ジョン・オリバはアメリカのボーカリスト、キーボーディスト。ヘビーメタルの分野で活動し、サバタージやジョン・オリバズ・ペインの中心人物かつリードボーカリストとして知られる。ニューヨークのブロンクスクで誕生。オリバ一家はその後カリフォルニア州に移り、1976年にはフロリダ州に移った。1977年から1978年に、 かけて、メトロポリスというバンドでギターとキーボードを担当し、1978年にはメトロポリスのメンバーとして初のレコーディングを経験した。その後、ジョンは実定のクリス・オーリバー等と共にサバタージの前身バンドであるアバターを結成。なお、ジョンはごく初期のアバターではドラムスを叩きながら歌っており、その後ベースを弾きながら歌っていた時期もあったが、最終的には、 スティーブはコルズとキース・コリンズが加入して、ラインナップが固まる。そして、アバターは、インディーズのパーレコーズからアルバムをリリースすることになるが、同名のバンドの存在が判明したため、サバタージと改名。サバタージは1983年にデビューアルバム、サイレンズを発表した。アルバム、エッジ・オブ・ソーンズでは、新たに、ザッカリー・スティーブンスを、 サバタージのリードボーカリストとして起用し、ジョンはプロデュース、作詞、作曲、キーボード演奏で参加した。以後、サバタージはアルバム、ウェイクオブ、マゼランまで、ザッカリー・スティーブンスがリードボーカルを担当する形となる。また、クリス・キャファリーやドラマーのジョン・オズボーンと共に、ドクター・ブッチャーというサイドプロジェクトを立ち上げる。1993年10月17日、 実定であり、サバタージでの名優でもあるクリス・オリバが交通事故で死去。ジョンは大きなショックを受けるが、クリスの思い出を生かし続けるためにも、サバタージを存続させることを決意した。1994年には、ドクター・ブッチャー名義のアルバム、ドクター・ブッチャーを発表。ジョンは同作で、ボーカル、キーボード、ベースを担当している。サバタージのアルバム、 ハンドフル・オブ・レインのレコーディングは、ジョン、アレックス・スコルニック、ザッカリー・スティーブンスの3人だけで行われ、ジョンは、キーボードだけでなく、リズムギター、ベース、ドラムスも演奏した。1996年からは、サバタージの多くの作品を手掛けてきたプロデューサー、ポール・オニールを中心とした、トランス・シベリアン・オーケストラにも参加する。2000年に、ザッカリー・スティーブンスが、 サバタージを脱退すると、再びジョンがサバタージのリードボーカリストとなり、アルバムポエッツマッドメンはサバタージのアルバムとしては10年ぶりにジョンが全面的に歌った。2003年にはジョン・オリーバーズ・ペインを結成して、ジョンはリードボーカル、キーボード、ギターを担当。ジョン・オリーバーズ・ペインは2004年にファーストアルバムタージ・マハールを発表した。その後のジョンは ジョン・オリーバーズ・ペイおよびトランス・シベリアン、オーケストラとしての活動を中心としている。ありがとうございます。